さあ今回も行ってみましょうまた蓮舫さんなんですけどもあの与謝野薫さんもうお亡くなりになっていますが激怒していたとしかもテレビなんですよテレビで激怒してこの蓮舫さん名指しでですねいやあの人はこんなこと言ったんだ許せないみたいな発言をしておりましたその動画ありますのでそのまま皆さんお見せしますでまたね新宿街宣をね蓮舫さんしたらしいんですけどもここに出ていたと言いますか、まあ、聞いていた実は私の友人がおりましてね内容全部聞いておりますうんちょっとなって感じですねえそして最後はあかねさんが通列指摘し ししましたなんと蓮舫さんと石丸さんが中国でトレンドに上がっていたとまあ私としてはね論評を差し控えましてまあこういう事実を暇まそらさんが言ってるよってことに控えたいんですけれどもさあまずはじめ井ノ口さんなんでね蓮舫,さん蓮舫さんの話でね井ノ口さんが出てくるかってことなんですけどもこれね平成18年かな平成18年かなこの平成18年に井ノ口さんがこれはね少子化担当大臣だったときにこの蓮舫さんがねまあ要はこの、まあ、やり合ったと言いますか質問したんですよ。で井口さんにどうやらその時 にか,かと、まあ、言ったらし、いとでそれをこのテレビに出ました与謝野さんがあれだけは許せないと、まあ、人として許せないみたいなそういう発言をしているんですよね、はい。これに関しましてはね,、えーとねうん、テレビ番組そのまま、ね、ありましたのでお流ししたいと思うんですけどもちょっと、ね、こう途中でカットしようがなかったもんですから2分間前後ということでちょっと長いんですけどもそのまま皆さんにお見せしたいと思います。あ 目指したいためにいろんな発言をするとか、うん、そういうことが多くて、うん、やっぱり蓮舫さんなんかを評価する人の気が知れないですよ、うん、いやこれはね本当のと申し上げた方がいいと思うんですけど、はい、蓮舫さんが <laughs> 井ノ内邦子さん相手に、はい、質問されたことあるんですよ、はい、<laughs> 実に女の嫉妬心が出てる いやらしい質問であったと同時に、うんうん、大変失礼なの、<れ><で>具体的にどういう事代にどうだったのか言っていただいた方がいい、ねね、結局、<laughs> 問題はあんたなんかどうせ、うん、あの少子化担当大臣なんかやったって、何もできないんでしょっていうトーンで質問してるわけですよ、なるほど、であなたは、それでこの障害児の話になったわけですよ。 あ,あ,のであなたは大体、障害児を育ってる親の気持ちなんか全く分かんないような人ですからねっ,とこういって言って、だこれはとんでもない話なんですよ、井上さんはじっと耐えて答弁してましたよ、だけどその時に蓮舫さんの人間性っていうのを知ったんですよ、やっぱりこれはねやっぱり言っちゃいけないことなんですよ。うん 井口さんはそういう,こうお子さんをお持ちであることを、まあ、表に出されないで、ずっとされて政治活動されてきたんですよね、その辺のところの,の,こと,のところが、後から例えば稲帆さんからお詫びとか、あの時なかっったたんでしたっけまだ知らないと思いますよ。<laughs> どうですか これね今予算さ,さん発言してましたけども議事録にちゃんと残っておりますのでまあこういう発言をしたとまあ内容としてはねあとはもう皆さんに判断任せますけどもまあ、非常にねこの予算さ,さんまあ、非常に怒ってたとまあそれについては事実でございますまあこの予算さ,さんというのはえっ、ー、と今から7年前かな、えー、口頭が咽頭がどちらかだったと思うんですけどもそれが原因でお亡くなりになっておりますでねどうしてもねこういう形でまあ予算さ,さんまあ昔のね言い方なんですけども、うん、まあよっぽど腹に据えかねたんでしょうねこれ だ、け強くね、テレビで発言するってことは、普通だったらんさ,さんそういうことに言わない人だったという記憶があるんですけども、かなりまあ、頭にきちゃったんでしょうね。さあ、そして蓮舫さんなんですけども、まあ、どうしてもね、立候補するとしょうがないですよ。いろんなものを掘られちゃうのはやむをえません。東京に帰りたくない、中国に残りたいというね、どうもそこにはそういうことは書いてるらしいんですけども、これ、中国のこれは SNS でしょう、まあ、こういうことを言っていたと。しかもね、行政刷新担当大臣とか書いてありますので、まあ,あの当時、まあ、2009年とかね、そこらの話 だだとと思うんんですすけどもいやーちょっっねねこれはだななて気がしますよ、ね <laughs> まあ、ただね若干擁護すれば、まあ、これは中国に対するリップサービスとも考えられなくもないんですけどもまあまああとはね皆さんに判断任せたいと思いますね。であとはねこんなものもねこれ X に載ってましたが、えー、これ年月日見ますと2010年の8月号とこれは中国の国内線の機内紙ということで、まあ、これは蓮舫さんが主体的にどうのこうのってわけじゃないんですけどもこの蓮舫さんは未来の首相になるだろうか 日本初の中国系大臣蓮舫氏っていうふうに書いてありますよねでずっと台湾中華民国籍を維持と双子に教えてる家教を忘れてるうーんなるほどねつまり双子をねお持ちなもんですから家教であるってことを忘れるなっていうことをおまあこれはねの言って指導していると教育しているってことでしょうだから何回も中国を担保いやこれは分かりませんよこれは、ね、蓮舫さんの発言ではなくて中国の、まあ、機内誌なんですけどもこういうものもあるということですで今度はね新宿の外線なんですけども もう石垣範子さんのこれはね X からししましたで向こう側に石垣典子さんねでこちら川内さんですねお二人映っておりましてとにかくねこういう形でうわあという形で、えー、非常にこう応援しているとまあまあこれは当然でしょうね、えー、立憲民主党ですから蓮舫さんを応援すると、まあ、表立っては応援しないですけども、まあ、応援に入るというのはまあまあこれはね、まあ、そうだろうということになりますよでこの時なんですけどもさっき冒頭に言いましたように私のねあのー、まあ仲間と言いますか友人がこの時たまたまですよ 本当にたまたま通りかかって20分ほどずっと、ね、立ち話でまあ聞いていたっていうんですけれどもあの内容的にはです、ね、うんちょっとやっぱり残念だったって言ってましたねなんか、ね、こういう街宣だから鋭いことが出るかと思ったら結局は東京を変えようとか、ね、リセットしようみたいなそういうことに終始していて具体的な内容は全くなかったとで、ね、周りにいた人からも、ね、そんな声聞こえたって言いましたよね。でねこ,れあのこの写真じゃわからないんですすけどもも野田総理大臣元総理理大大臣臣元来てますし あとは手塚さんもいるとそして宇都宮弁護士もいてで今いたように、まあこのね、石垣典子さんとかそういうねえ結構メジャーな立憲民主でのゲームもいたということですのでまあねこれだけ人が集まれば私ねもっとね 活況していいと思ううんでですよそうでしょう私がもしこの場に通り,、ね、通りかかりましてねあれ蓮舫が喋ってんじゃんと思ったら間違いなく聞きますよまあもちろんね私はこういうことやってますんで人よりは関心が高いですから聞くのは当然なんですけどもこれ見てくださいこの写真見てね私ずっと人数数えたんですけどもここに写ってるだけの人数ですと大体160から180ぐらいですねもちろんこの聞いてる人ですよあの上のこの橋の上の人も合わせてねで関係者が20人ぐらいいる だろうとでまあそれを引いて160からそこらで見えない部分今ねこの写真を撮っているところというのはこれはね階段とエスカレーターがあるところでしてまあここにも相当な人がいるとであとはね左側の隅にもまあそれなりの人がいますからまあまあ,あ300近くはねなんだかんだいっ,ったとは言ったとは思います。でもね ででもなんですよ蓮舫さんとかね野田元首相でしょそういう人たちがいれば私はねもっと人が集まってもいいと思うんですけどもちょっとこの辺りは寂しいと思いましたねだからねでその男言ってましたけども周りを見ると特にこの前方にいる人たちっていうのはもう明らかな立憲民主の支持者ということねでやっぱりねこれ蓮舫さんとして取り込みたいのは立憲民主の支持とまではいかないんだけども今の都政が嫌だな誰にしよう かなと思っている時にああ蓮舫さんいいこと言ってるなっていうまあこういう人を取り組みたいわけでしょでその割にはねそう感じるおぼしき人というのが非常に少なかったなぁということを言っておりましたもうちょっとね集まってもいいと思いますよねだって知名度と話題性ではピカイチなわけでしょこれだけ目立つ人はいないわけですからちょっとそれ残念な気がしますよねさあもう1個の記事なんですけどもこれ石丸さんはということでうんぬんとここに書いてあります 結構この記事は長文なんですけども要はね、えー、このマスコミというのは蓮舫小池ばかりでなんで石丸を報道しないんだみたいなこともいろいろ書いてあるんですけども、まあ、この石丸さんというのは確かに話題の候補であるとそれは私も認めますでおそらくね、まあ、間違いなく3位には食い込んでくると私も思ってますので相当票を取りますよ今回はこれはもう事実でしょうでただ取りますけども、まあ、この記事によりますと選挙のプロから言わせると結局は組織とかそういうのもないとでしかもねテレビにいろいろ出てくるとは思われるんだけども 結果的には誰だこれという形で、えー、そういうふうに思ってる人が多数いるので結局はね小池さんか蓮舫さんかどっちかに入れる人が多くなるとまあまあ私もね確かにそういうことになると思いますでもね、えー、この記事はまあ結構平等に書いておりましてやっぱりおかしいものはおかしいぞっていうことでねいくらなんでもねこの2人だけ取り上げてで石丸さんとかあとはまあその玉神さんですよねその辺りなんてうのは結構もう泡末候補に近いでしょうしかも桜井誠さんに関しては取り上げることすら一切しないともうめちゃくちゃとしか言いようがない ですよね、さあそんなあこんなでね私はじめこの記事をね深掘りしていこうと思ったんですけどもえたまたまひまそらあかねさんのねこんなね、えー、ツイートといいますか写真見つけたんですよ。これなんですけども「中国のトレンド」って書いてあるでしょ。いやーよくこんな見つけたと思うんですけどねひまそらあかねさんがなぜか中国のトレンドにこの蓮舫と石丸という形で2人が乗っていると。 だから、このひまそらさんとしました、うわ答え合わせだ、出たーってうふうに書いてあるわけなんですけども、確かに妙っちゃ妙ですよね。まあ、私はこの辺の仕組みはよくわからないもんですから、な、ま、ん、あ、とも言えない部分はあるんですけども、ただね、ただですよ、中国のトレンドに、まあ、蓮舫さんが乗ってくるのは、まあ、これは分かりますよね。ねこれは注目されるから当然でしょう。で、石丸さんがね、中国のトレンドに乗ってくるのは、これはね、ちょっとこれは理解に苦しむんですよね。どうやって見つけたんでしょうかと。で中国の人がね石丸さん おそらく石丸さんなんていうのは中国の人にとっては全く関係ない日本人の候補ってことになるでしょう小池さん蓮舫さんこの2人の注目度が上がってそして中国人が蓮舫さんを応援するこの図式はわかるんですよでもなんでね石丸さんがこんなトレンドに上がってくるのかとまあ私は正直言ってわかりません何とも言えないんですけどもひまそらさんは答え合わせだっていうこねことを言っておりましてこの写真というのは大拡散されておりますまあ、あとはね皆さんでご判断いただければいいんじゃないでしょうかねはい、えー、今日はこんなところにしましょう あそして最後なんですけども、私の第2チャンネルの方も、ね、絶好調でございますので、こちらの方もね、はい、ちょっとね、サムネイルをちょっと1枚だけ見せておきますけども、これはたまたまなんですけどもね、石丸氏を批判する私に飛んでくる謎コメントということで、いやいや、本当にね、なぜか謎コメントが猛烈に飛んでくるもんですから、私もね、困惑してるんですけども、はい、このようなサムネイルで品質と内容を変えて、毎日ずっとね、夜中の0時更新でございます。ぜひ皆さんもチャンネル登録をお願いいたします。それでは。